パークラブの皆さん、こんにちは。よしきもさゆるです。不思議なこの夢です。なんかでかくなった大きい。あ、そんなことないですけどね。いつも通りだ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 。OK。なんか、通っちゃった。なんか、いつも通り。いつも通り。なんでですか？ OK。今日はね、よし、こんなにいくの。今日はスピニングチョーク。スピニングチョークを、やると思うんですけど、スピニングチョークと、はい、まあ、そのダッシュチョーク。ダッシュ。まあ、違いはあるんだけれども、カグラとテレトが笑っちゃってる。 OK。 で、今日は、ね、スピニングチョークの方をやろうと思います。まあ、これはね、アントニオ・ホテルの部屋が得意とした、チョークで、よし、スピニング。まあ、先にやるとダースチョークというのはこっち組のチョークでも、スピニングチョークはこっち組だから、まあ、腕のこっちの外側で組むのか、それとも、こっちの片側で組むのかっていうので少し違う。で、スピニングチョーク正しい決め方なんですけれども、最初に相手をこう前でガブって、その時にこうやってまずロックを取ります。で、その時に手を少し前に出させて、こうすると相手が少し崩れるので、このままこっちに出ていきます。うん、で、この時にここですね。この時にここのエッジがしっかり効いてると、ここで腕をしっかり組むことができます。これかなり勝負になります。この時に肩のここで手を組んでしまうと、結構肩全体が大きくってこう組むの大変になっちゃうんで、どっちかというと少し抜けた感じですね。こうやって L 字に抜けてきて、ここにいるような感じですね。これができると少しお腹を出してやると、まあ、かなり強烈に締まります。もう一回、この時に倒れ方にもちょっとっていうことがあって、こう倒した時に、ちょっと自分が相手の脇の前に顔が出てくるしてから手を組むといい形で手を組めます。このまま手に力を入れて締めてもいいし、お腹を詰めても締まるという感じですね。あと、まあ、手をこう長く組むコツがありまして、手を長く組むコツというのは、まあ、こう相手をこう返していったときに、やっぱこう相手もこう一気にこう締められたくないので、手をこう開いていくことが結構あります。で、こうされてしまったら、まあ、一度足でこのようにして蓋をして腕を送ります。で、ここからまたこう組んでいきます。で、この時も手の組み方は、一度この手のひらを上に向けてこのようにして、で、ここから持ってねじり込むとかなり体力入るので、これで締めると、まあ、三角締めのように決めることができるわけですね。なので、このスピニングチョーク全体の流れで説明すると、まあ、最初にガブりました。で、ガブったら、この腕一本しっかり引き抜いてきて、崩す。で、頭一回こっちに入れます。で、それでも相手が手を開いてくる。そしたら、相手の腕を足で中に送って蓋をします。そこから、ここからねじ込んで、ねじ込んで、入れて、締めると。と、まあ、かなり完璧な形に近いスピニングチョークになるわけですね。めっちゃ気持ちいいです。だから、スピニングチョーク間違いがあるとしたら、ゴロゴロ回っちゃったらダメなわけ。うん。タトスケやってみる。あ、僕でいますか。うん。僕でいますか。まず、いつも見てガンガン来ないじゃん。やっていいよ。あ、僕受けた。うん、受けて。あ、ぐるぐる回っていいって失敗だよね、やつやって。夏の夢がやるでやんすか。夏の夢やって。そう。それで、そう。それで、そう、それで締めちゃって、あ、なんかいつも腕短いのかと思ったんですけど、力が強かった。結構力強い。力強い。なんかいつも腕短くない？そんなこと
ことないって言いますけどね。あ、そう。なんか喋り方にすげえコモロック臭するんだけど大丈夫。うん。だから、まあ、失敗例で言ったらこうなってここ入ったけどこのままゴロ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 終わっちゃうといつまでなっても決まらない。こうではなくちゃんと体を途中に止めてもう一回ストップさせてで、手こうやって入れたらやってまあこれが一番綺麗な感じのフィルム状ですね。はい、今回はこんな感じ。フェニック、うん、なんか、なんかショッキリしないな。なんか今日伸びてるな。まあ動きはこんな感じか、いつも、まあ、そんな感じですね。はい、ではまた。